暴略軌道新幹線最終指令は日本の小説家北上明彦が表した新幹線を題材とした長編推理小説。映画新幹線大爆破と同様の設定であるが当時はなかった東北新幹線が東海道新幹線や山陽新幹線の路線を走り新幹線の乗客の間に薬病らしき症状が 発生し、さらに新幹線を止めようと企てる、謎の組織の妨害を、JR 各社社員が協力して乗り越えるなど、プロットには、様々な趣向が凝らされている。盛岡発東北新幹線山彦4号は、盛岡駅に到着した、秋田発秋田新幹線小町4号を併結すると、帝国通り東京へ出発した。間もなく、 都内の JR 東日本本社に脅迫電話がかかってきた。電話の主は山彦4号に爆弾を仕掛けたと告げる。その爆弾は列車の速度が時速 100km 以下になると爆発する仕組みであると言い、直後、停車駅を前に減速した初刈日号のトイレ内で爆弾が爆発して乗客1名が死亡する。しかし山彦小町4号の爆弾は さらに強力で多数の死者が出るだろうという。爆弾犯人は政府に対し、多額の身の代金をブリュッセルと北朝鮮の銀行口座に振り込むよう指示するが、折しもこの日は土曜日であり、金融機関は休みである。山彦、小町四号は、ギリギリまで速度を下げつつ、ホームから客が避難した仙台駅を通過し、 着実に終点の東京駅へ迫る。政府が身の代金の用意を渋る中、警察は別の新幹線を山彦、小町4号と並走させ、両方の窓ガラスを割ってはしごをかけ、警官数名を車両内に送り込む。同時に報道機関のヘリコプターに依頼して、鉄橋を渡る車両の写真を撮影し、内部と外観から爆弾を探す。 そうした警察とは別に、公安警察も、また事件に関わってくる。一方で、JR 東日本は、時間稼ぎのために、東京駅構内で隣り合っている、東北新幹線と東海道新幹線の線路を、つなぎ、山彦、小町4号を、博多駅まで走らせることを計画する。幸い、山彦4号は、e、E2K のうち、長野新幹線対応のために、 周波数切り替え装置を備えた J 編成で東海道新幹線の周波数 60Hz の電力でも走行できる車両であった。新しい路線へ渡る際に自動列車制御装置が強制的に列車を停止させる危険があったものの他に方法はなかった。JR 東日本は JR 東海と JR 西日本へ協力を要請し三社の社員が 特管工事で線路を繋いだところへ、山彦、小町4号が入線してくる。ありがとうございます。